皆さん、こんにちは。いつもご視聴いただきありがとうございます。神奈川県は川崎で開業しています桜司会の沢村です。皆さん、旬の食材食べてますか？旬のものを食べていると長生きするなんて言われてますけど、この冬の寒い季節、旬の野菜といえば、まず頭に浮かぶのがほうれん草ですよね。ほうれん草のおひたし、白あえ、ごまあえ、ほうれん草とベーコンのソテーなど、おかずの主役とまではいきませんが、箸休めやおつまみといったなくてはならない、まあ言うならば味のあるバイプレーヤーといったところでしょうか。栄養価も高く、女性に多い貧血、この貧血予防になる鉄分が牛レバーと同じぐらい含まれているんです。レバーがね、レバーの苦味、臭みが苦手の方にはもってこいですよね。それだけじゃありません。それだけじゃありません。抗酸化作用があり、がんの予防にも効果がある、ベータカロチンが多く含まれています。なんと 100g のほうれん草で1日に必要な量の約40%補うことができるんです。そしてですね、極めつけは免疫力を高めて、風邪の予防をしですね、コラーゲンの生成を促進し、シミなどを防ぐ、女性にとっても大事、美肌効果があるんです。その美肌効果があるビタミン C を含んでいるんです。美肌効果でいうとですね、このビタミン C とビタミン E を同時に取ると効果が倍増するんですが、このビタミン E、ごまの中に多く含んでいるんです。ですので、ほうれん草のごまあえはとても理にかなっていて、昔の人の生活の知恵が生きてますよね。またカリウムも豊富で、血圧を下げる、効果やですね、むくみの解消にも有効なんです。しかし、残念なことに欠点として、ほうれん草を噛んでると歯がギシギシすることないですか？前置きは長くなりましたけど、今回は噛むとギシギシするものと題しましてお話します。今までお話ししたほうれん草なんですけども、なぜ噛むとギシギシするかというと、ほうれん草の中にシュウ酸という酸を含んでいて、これが唾液の中のですね、カルシウムと結合することでですね、渋みというかえぐみを伴ったですね、ギシギシ感をですね、生じるんです。では、ギシギシ感をね、取ることはできないの？ということなんですけども、実はあるんです。というよりですね、もう皆さんもされているかも分かりません。1つ目はですね、シュウ酸はですね、水溶性なんで、加熱後水にさらすことで80%もえぐみとかギシギシ感減少させることができるんです。ただし、加熱しすぎたり水にさらしすぎると、先ほどお話ししたですね、ビタミン C が水に溶け出して逃げ出しちゃうんで、あまりこの方法はお勧めしません。まあ、プラン B としてですね、鰹節やですね、しらすなどのカルシウムを含む食材と、あらかじめほうれん草とあえておくと、シュウ酸とカルシウムが食べる前に結合されて、お口の中でギシギシしにくくなるんです。おかかとほうれん草って定番ですよね、鉄板ですよね。これも昔の人の生活の知恵が生きている証拠なんです。まあ、そしてですね、このシュウ酸なんですけども、ね、実はコーヒーとか紅茶にも含まれてるんです。まあ、私はね、コーヒーではまあえぐみというか、そのギシギシ感あまりないんですけども、紅茶ではたまに起こります。この場合もカルシウムの代表である、ミルクを入れてみてください。まろやかになりますよ。そしてシュウ酸は歯の黄ばみの原因になります。ホワイトニング中の方は注意が必要です。また、このシュウ酸が唾液の中にあるカルシウムと結びつくとですね、シュウ酸カルシウムというものになるんですけども、その量が多いと歯にこびりついて歯石になりますし、体内に運ばれると結石となり、尿道まで運ばれて石ができる尿路結石の原因にもなるんです。私も尿路結石になったことがあるんですが、痛いですよ。お腹切ったことないですけど、
まあ、切腹するとこんな感じなんじゃないかなと思いましたよ。でも安心してください、生のまま 1kg 以上食べないと問題はあまりないそうなんです。次に、パンケーキとかドーナツはお好きですか？甘党の私は大好きなんですけど、すぐ太っちゃうんで今は控えてます。このパンケーキドーナツを食べた時ギシギシ感することないですか？実はですね、この中にはベーキングパウダーがかなり入っていて、これがギシギシ感の原因だったんです。ベーキングパウダーは、炭酸ガスで食品をふっくら、膨らませる作用と、酸味をつける作用があるんですけども、この炭酸ガスが発生する際、炭酸ナトリウムが副産物としてできます。これが、空気中で分解されれば問題ないんですけども、量が多いと分解されず、えぐみのある、苦みのある炭酸ナトリウムとなり、ギシギシ感となるんです。またベーキングパウダーの中にはミョウバンが入っていて、ミョウバンって聞いたことないですかね。ミョウバンはナスなどのお漬物の色付けの安定剤とか、お芋、栗などの煮崩れ防止などに使用されているんですよ。このベーキングパウダー内ではですね、膨張剤の役割をしていて、実は有酸アルミニウムが成分なんです。アルミはですね、熱や電流の伝導性がいいんです。よく私やってしまうんですけども、急いでおにぎりを食べるとき、うちで作ってもらったおにぎりなんですけど、上にですね、巻いていたですね、アルミホイルがうまく取れず残ってしまった断片をおにぎりと一緒にですね、噛んで歯がギシギシになることあります。金属の歯の貝の時にも、銀の歯の貝の時ですか、でもお話ししたんですけども、口の中の金属の詰め物とかかぶせ物をされていて、アルミのような意思の金属が触れ合うとですね、口の中は、唾液で、電気のですね、電流性がですね、高まっているので、電位差が生じて微弱な電流が流れ、ギシギシするんです。このことをガルバニー電流と言います。パンケーキ、ホットケーキをお作りになる際はどうしたらいいかと申しますと、ベーキングパウダーの量を多くしたいとか、ガルバニー電流防止のためにアルミが入っていないアルミフリーのベーキングパウダーを使ってみてください。今回ね、ご紹介したものはごく一部かもしれませんが、噛むと歯がギシギシするものでした。以上です。本日も最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。動画アップのモチベーションを、維持するために、皆さんの温かい応援、チャンネル登録並びいいねマークのワンプッシュいただけると幸いです。よろしくお願いします。